5日始まった国内最大規模のファッション展示会では初めてメタバース・仮想空間のフェアが開催されています国内外から750社余りが出展しているファッション展示会には今年は初めてメタバースに特化した展示エリアが設けられました。 特設エリアでは商品のデジタル化や仮想店舗などのメタバース空間で活用する技術が紹介されていますさらに AR、拡張現実を利用したバーチャルでの試着や AI による骨格診断を取り入れたより似合う服装の提案などさまざまなサービスも展示されていますあのメタバースの空間そのものがこうファッション業界で 非常に活用が進む中で、もう実用化まで結びつけてないというケースが非常に多かったので、日常の生活までこう広げていくということを促進する意味でも、必要ななのではないかと。デジタル技術の活用で、消費者により付加価値の高いショッピング体験をしてもらいたいと、業界の期待も高まっています。